2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は国際法をねじ曲げ露骨な海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて今後同委員会で審議することを明らかにしたよ。280ページにも及ぶこの法案は、今後米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものだな。今回はそんな戦略的競争法について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じかそれ以上の危機として東アジアにおいて一触即発の状況のもと、超党派で国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員にのしかかっていた重しが取り除かれたおかげだろうね。この法案では米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために米国からの支援を優先させ、中国との競争においてその軍事的投資は適当に割り当てるべきとしているよ。台湾との関係強化については、政府軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺とも言える強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしているな。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく日米合印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれているぜ。そして日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたわけだ。日米安全保障条約第5条では確定役国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならないんだ。この戦略的競争法について、上院外交委員会のメネンデス委員長は声明を発表。かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにしたよ。これを受けて中国外務省の趙立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んではおらずウィンウィンの関係を築くことを願っているんだけど、中国の主権安全保障国益を脅かすものには対抗していくと強い反発を示しているね。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日米欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っているよ。中国はここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として、干渉を埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して海警局艦艇を派遣して日本の領海に居座らせ続けているんだ。さらには台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで越えることがほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による台湾防空識別圏 ADIZ へ侵入を繰り返しているな。これらの中国軍の動きに対して米国は、第7艦隊所属の駆逐艦による航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきたぜ。そんな状況下に中国は4月5日、空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と、太平洋に進出させ台湾周辺で訓練を実施したことを発表したわけだ。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされているよ。
ラペールズはクアッド非米豪印4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に対抗したものであることは明らかであったんだ。また、中国海軍による G 行動にはもう一つの意味があるとして、それは4月16日から開催される日米首脳会談への牽制であろうとする声が上がっているぜ。この日米首脳会談ではバイデン大統領から菅首相に対して、台湾有事への危機感の共有と日本によるサポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について、日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされているな。今回の米国上院議会による戦略的競争法で、法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられるね。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件なのかもしれないな。米国にとっては台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の比ではなく、米国にとってはどうでも良い尖閣諸島での安保適用を明言してまでも日本の後方支援を必要としているわけだ。これに対して菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されていたぜ。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためにはレアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は中国なんだ。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがあるよ。また、対中国においてバイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする新中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつくぜ。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、休暇に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表したな。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいるんだ。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く、海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と、防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本、アメリカ、韓国の合同演習の傍ら、竹島南方の日本の排他的経済水域内で韓国側未同意の調査活動を強行しているという情報があったよ。相変わらずの隣国様だな。今回はそんな韓国の竹島沖での巡視船の動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国では2022年5月、現在のユン・ソンニョル政権が誕生し、それまでのムンジェイン政権の新中国及び北朝鮮との融和的な政策から脱却し、安全保障面でのアメリカへの回帰が明確になっているよ。これに気を良くしたのか、アメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン政権が誕生した直後は、これまでの反日的な動きが緩和されるのではないかと期待する声も多かったみたい。確かに前ムン政権に比べると、現ユン政権は反日的な動きや政策を改めてきていると感じるが、未だに排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生中と言わざるを得ないな。今も韓国側が不法に占拠し、実効支配している竹島韓国名独島周辺の海域を管轄しているのは、海上保安庁の第8管区海上保安本部だが、
同本部によれば竹島南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行しているとのことだったぜ。今回のケースだけど、2024年6月6日午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの間、竹島からおよそ 69km にある南方の日本の排他的経済水域内で発生したよ。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘヤン2000が実施したとみられるんだ。この機関、当該日本の排他的水域内において、韓国国立海洋調査院に所属するヘヤン2000はワイヤー状の器具を海中に投下し、何らかの調査を行ったと推測され、発見した海保の第8管区海上保安本部巡視船が無線による警告を発したそうだね。日本の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、韓国側から事前に日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないから、海保の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するよう継続してヘヤン2000への警告を行ったんだ。しかしこういった日本の巡視船からの無線による中止警告を韓国のヘヤン2000は無視。発見からおよそ1日半もの間、当該海域でのワイヤー蒸気具による調査を継続し、ようやく韓国海域へと戻ったとされるよ。第8管区海上保安本部からの同事省発生報告を受けた政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中韓公使が韓国外務省へ抗議を言ったようだけど、現時点では韓国側からの声明等は確認されていないね。試験だが、こうした事態の発生に、海上保安庁が現場で情報を収集し内容を各関係省庁に報告、内容確認の上で政府が対応を決定し、外務省を通じて相手国今回の場合は韓国に抗議するという、当たり前の対応を行ったと思うぜ。しかし現在に至るまで韓国側から、何の説明もないという時点で、こういった問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは全く感じられないな。韓国で2022年に現ユン政権が誕生した際、日本の一部の大手マスメディアにも日韓関係改善に期待するという論調が散見されたんだけど、こういった楽観論は禁物だと思わざるを得ないみたい。自分たちに都合の良いことだけを取り上げるのが、日本のメディアの良さであり、甘さだよね。今回も問題の中心となった韓国政府機関である国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、これまで過去複数回、同様な行為を繰り返し行っている船舶だから、政権交代が起きたとしても韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいわけだ。前回、このヘヤン2000は、2022年8月、竹島の北東方面海上のおよそ 100km の位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同じく日本側に事前承諾を得ることなく、ワイヤー蒸気具を海中に投下して何らかの調査を実施しているぜ。さらにこの3ヶ月前の5月にもこの船は、同じように日本側に事前の承認を得ていない調査と思われる活動を行っており、つまり、こうした事案の常習戦というわけで、もちろん発生のたび、日本政府は抗議を行ってはいるが、いずれも今回と同様、韓国側からは何の説明もなく、そう考えると韓国としては竹島を実効支配していることもあって、その周辺海域は日本の排他的水域とみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスは、韓国が不法占拠している竹島にしても、ロシアが不法占拠している北方四島にしても、日本固有の領土であるという姿勢を崩してはいないんだけど、全く有効な交渉にはつなげることができていないんだ。外交能力の貧しさということなんだろうね。不甲斐ないとも思われるこうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配し、海上保安庁が専従警備体制を敷いて警戒を続けている尖閣諸島についても、今後万が一にも中国の上陸をたった一度でも許してしまえば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いと危惧する意見も多いみたい。尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を観光した事件もあり、今後中国の同様の行為を見逃してしまったら、
事実上の中国領とされてしまうことは明白だから、絶対に阻止すべく対処すべきだといういささか過激な声も聞こえてくるね。尖閣諸島をめぐる日本と中国の情勢が、年々厳しさを増す中、沖縄本島の大手マスメディアは太平洋戦争での凄惨な地上戦の歴史を忘れることはなく、どうしても反米に傾くと中央の人間から批判されることがあったな。こうした勢力の代表とされる玉城氏が沖縄県知事で、アメリカ軍基地移転問題など難しい舵取りをしていた人物だが、中央の人間からは目の上のたんこぶと思われていたようで、2024年6月の沖縄県議会議員選挙で、玉城知事の勢力は過半数を獲得することができなかったぜ。この結果に開催を叫んだ中央の人間も多かったことだろうな。定数48名の沖縄県議会における改選前の玉城知事の支持勢力は半数の24議席だったんだけど、改選後には反玉城知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会合計で28議席と16年ぶりに過半数を大きく上回る結果になったよ。玉城県知事の支持勢力は20議席を獲得したのみで、沖縄本島で根強かった反アメリカ新中国路線の政治状況に、県政の変化を求める世論の高まりの表れという論評が多かったみたい。韓国の話をすると、2018年12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内の日本海上で、韓国海軍のミサイル駆逐艦のヒロカイド大王が海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件があったな。これについて日本側は一貫して高海度大王が火器管制レーダーを照射したと、当時の映像や音声を公開して主張、韓国側に適切な説明を求める動きを再三行ったぜ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやに葬ったという感が拭えなかったよね。しかし、最近非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該事象の隠蔽工作を行うよう指示されたと認めたという報道があったんだ。非公式であっても、韓国の軍人の一部からこういった声が上がったということは、当該事象の発生後に公海度大王がそのような行為を、P-1 哨戒機に行った理由への日本側の推察が概ね正しかったという証明と考えられるな。日本側では当時公海度大王は北朝鮮に便宜を図るため、脱北者が乗った船舶を捉えて送り返そうとしていたのではないかと推理されていたんだけど、これが正しかったという声も多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本とイギリスとイタリアの3家国が推進している GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいて、その中核を担う存在とも言うべき有人戦闘機について、この2024年7月に新たな動きが確認されたよ。それはこの月にイギリス本土の南部にあたるハンプシャー州のファーンボロー空港ので開催されたファーンボロー航空ショーで、今回はそんなファーンボロー航空ショーについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回のファーンボロー航空ショーは、2024年7月22日から26日にかけて延べ5日間開催されたが、その中の展示物の一つとして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが登場したんだ。ここで披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、イギリス側で同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が展示したもので、従来までとは異なる仕様となっていたよ。それは今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップでは、その主翼はこれまでのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていた点だね。一般的にラムダウィング形式に比してデルタウィング形式は、機体の飛行時の高速度の発揮がしやすく、主翼の面積が広いことから、その内部に搭載される燃料タンクの容量も比例して大きくなると考えれているぜ。したがって披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップからは、単純に燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離も伸び、
作戦行動範囲が大きくなったことが伺えたな。加えて今回のファーンボロー航空ショーにおいて、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの、有人戦闘機の実物大のモックアップの詳細な所言らは明示さなかったものの、機体そのものもかなり大型であったことは見て取れたわけだ。世界初の実用化されたいわゆる第5世代戦闘機の祖であるアメリカはロッキード・マーチン社の F-22 ラプターはもちろん、それに続く機体として日本の航空自衛隊も導入を進めている同社の F-35 ライトニング2も、その最大のセールスポイントは優れた機体そのものステルス性にあるよ。故にこれらのいわゆる第5世代戦闘機においても、そのステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を機体内部のウェポンベイに収容する必要があり、その収容力が機体の戦闘能力を左右すると言っても過言ではないと思うんだ。今回のファーンボロー航空ショーにおける GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、したがってそれらの機体よりも当然数量重量ともに多くの兵装を搭載することが想定されていると考えられ、ことに航空自衛隊にとっては、同機が代替することが求められている。現行の F2 が搭載可能な4発の空対艦誘導弾を超える数の同兵器の運用が見込まれていると思われるぜ。その意味において GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、純粋な敵機との快適を想定した機体というより、いわば現行の F-15 イーグルの最新型などが担いうる戦闘爆撃機という区分に近いと言えるのかもしれないな。そこから想起するに今後の航空自衛隊の戦闘機の役割分担としては、最も旧式な F-15 イーグルのアップデート版が哨戒任務を、F-35 ライトニング2が制空戦闘を、そして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が対艦対地攻撃を担うことが有力視されるぜ。GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、現行の F-35 ライトニング2に比べれば機体がかなり大型化している点からも、制空戦闘任務という部分については後者に一任するコンセプトではないかと思われるわけだ。そもそも今後の主力戦闘機たる F-35 ライトニング2については、高度な機体のステルス性能と強力なレーダーセンサ類、そして他の同盟国をも含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ先制攻撃によって航空優勢を確保することが期とされているね。これに加えて GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においては、多数の無人航空機を完成する機能を有し、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことに主眼が置かれているようにも感じられるんだ。ただし興味深いのはいわゆる第5世代戦闘機とみなされている、日本を含む西側諸国で事実上のディファクトスタンダードとも目される F-35 ライトニング2波、敵の航空機に対する制空砲での空中戦での実戦経験はほとんどないという点だろうな。最近紛争の拡大が世界的に懸念されている中東方面において、イスラエル空軍は F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したとも言われているが、敵機に対する制空任務ではなく、対地攻撃用途に使用されているという側面が強いぜ。こうした F-35 ライトニング2のイスラエル空軍における活用事例を鑑みても、今の紛争や戦闘でいわゆる第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されておらず、その傾向は強まりこそすれ、減少する可能性は少ないように見えるね。また GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発をめぐっては、イギリスの2024年7月の総選挙の結果で政権を脱出した労働党のスターマー新政権は、その計画の見直しを示唆するなど政治的な変化も見受けられるよ。イギリスで新たに誕生した労働党のスターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指すとされてきた GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機について、より目先の軍事力の強化を優先するかもしれないとの報道もなされているんだ。これはひとえに2022年2月に正規し、この2024年8月もウクライナ側の劣勢が伝えられているロシア・ウクライナ戦争を鑑みて、イギリスは旧ソ連の崩壊を、
これまでは緩めてきていたロシアに対する警戒を再び強化する方策を模索しているゆえとも考えられているためだろうな。その意味ではイギリスは既存の主力戦闘機であるユーロファイタータイフーンの最新型の数を確保する方が、目先の脅威に対抗する上では有効でな投資なのではないか、という議論にも一理あり、今度の動向にも注目が注がれているぜ。何やら逆説的な話ではあるけど、イギリスにとってロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、有人戦闘機の開発についても将来を見通した上での投資という選択に重きが置かれていたものが、2035年の実戦配備では遅いとの意見も一定の評価を獲得しているとも言えるね。ただしイギリスと日本との安全保障環境において大きく異なるのは、前者はいかにロシアとの再びの対峙が喫緊の課題となっていることに比べ、日本のそれは著しく海軍力の増強を推し進める中国の存在である点が大きいだろうな。すでに単純な艦艇数において中国海軍はアメリカ海軍のそれを凌駕した上、さらに驚異的な速度でその数を増加させており、日本においてはそれらに対抗するには、長距離攻撃が可能な対艦兵器の整備を行う必要に迫られているぜ。そうした兵器を現在の日本の岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃することが可能なスタンドオフミサイルの配備で行う方針を打ち出しており、GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の兵装もその一つに位置づけられるものだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。